はいどうも皆さんこんばんはということで今日も頑張ってどこの方やっていこうかなと思うんですけども、今回はですね僕の声で今デグーがちょっと今声取りする時のリアルなデグーの子ね出てきたデグーってね15種類ぐらいの鳴き声をこう聞き分けて自分たちのね群れの中でこう生活をする動物なんですよ。だから僕の声聞き分けたんでしょうね、きっと出てきて今こっち見てるで今日の動画はロシアンブルハムスターの次というかその次の動画で出てると思うんですけども、まずはちょっとこのデグーの子の成長を見てほしくて、ほらこれ外に出てさご飯食べながら僕の手でこうやって触ったりとか撫でたりとかしても全然平気になって今来てるんですよ。すごいでしょこの成長は。いや本当にこのデグーっていうこの子たちはさすごい賢しくて賢しくてどうやらこの飼い主賢くなさそうですね賢くてよ賢しくてって言ってましたからねなんだよ賢しくてって賢しくないなこの飼い主、賢しくないよまあねデグーっていうこの動物は本当に賢いなと思うわけなんですけども、またね今、菩薩くんが、映ってますけども、ハムスターとまたちょっと違った賢さというかなんかねやっぱりちょっと違うんですよね。だからそのあたりが僕も、まあ、デグーって僕初めて飼育したんですけど、うんすごくちょっと違いが楽しめて楽しいですねすごくね。うんいや面白い非常に。だからこうやって、まあ、うちのねようちゃんアニマルペット TV はいろんな動物を今後もちょっとずつですけど増やしていくと思いますので、ぼやけてますねいいところでうん、まあ、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますということでやっていきたいと思うんですけども、今日なんでねロシアンブルハムスターの動画の次に出てるかっていうと、まあ、そのとある動画の後にですねおやつをあげたシーンがあるんですよ。まあそこまでの映像の中にまあちょっとあの菩薩くん、この子菩薩くんね今アップで映ってた子と雄三のちょっとやり取りも見ながらいろんな動画詰め込みつつやっていきたいと思うんですけども面白いね、見てるだけで面白いな、この異種の動物同士のなんだこいつってお互いになんだこいつみたいな目してましたね今ね。ねえなんだこいつって思いながらも雄三が結構気にしてるんですよやっぱり。そうだからねちょっと面白いなと思って撮影してたんですけど、この後にね菩薩くんがペットシーツの下に入るんですよ。そしたらねあれっつってあいついなくなったあデグーが泣いてる、入ったかな妹、ティーチューって泣きましたね。あ泣いてる泣いてる、これ音入ってるかな。まあちょっとそしたらね菩薩くんがいなくなったんで興味なくなったんですよ可愛いね、非常に可愛いですね。はいということでデグーの子が寝てます。もうね名前が大方これにしようっていうのがちょっと決まってまして、後日ちゃんと正解じゃない発表ね賢しくないな発表の動画をちょっと作らせていただこうかなと思います。うんはい、あららこれねちょっとね僕がちょっと
上羅なのがもったいないんですけども、僕のもう体の上でこうやってご飯食べてくれたりとかするようになったんですよ。そう、まあ、ちょっとトリミングして綺麗になりましたね。可愛くなったね。最初のちょっと数十秒前ボサボサでしたからね。トリミングしてこれねGU のねパジャマ買ったんですけどそのパジャマについてたリボンをこうリボン代わりにつけてもらってますねかわいい。あ、またデグが泣いた。かわいい。ちょっと呼ばれてますね。ちょっと行ってきますね。すいません。あ、ここからちょっとあれですけどね、ロシアンブルハムスターの動画の、後の動画になるんですけども、ちょっとデグの子相手してきます。はい、ということでちょっと戻ってきました。なんかね給水器倒しちゃってね、あとねご飯欲しかったみたいですね。ということでお水、給水器直してあげてご飯入れてあげましたということで、これねスターフルーツをみんな食べてるんですよ、まあ、とある動画であんこさんにスターフルーツをあげたんですね。でその時にあげたスターフルーツ、あんこさんに1個丸々は多いので、みんなにねちょっとずつちぎってあげたんですよ。その時の映像ですね。いやー、かわいいっすね。みんな美味しそうに食べてますね。いやー、もうそのあんこさんの動画を見てくださった方はあんこさんハウスがとんでもないことになってるのは分かってるかと思うんですけども、まあでもああいうのが似合っちゃうのもあんこさんらしさ、チャラしたですよね。うん、はい、ということで福くんがスターフルーツを食べてますね。いやー、幸せそうな顔はい、ということでみんなね、なんか食べるときは本当にいい顔をして食べてくれますよね。はい、では最後にボサツくんにスターフルーツあげていきましょう。いやー、ボサツくんもね本当にいい味出してくれる子なんですけども、全然気づかないっすねまあデグーを触ったりとか他の子にこのスターフルーツをあげたりとかしてたんで、まあもちろんねそのデグを触った後は僕その違う動物を触るときって必ず手洗うんで、まあねある程度こう匂いはしなくなってはいるかと思うんですけども、まあそれでも多分気づくんだろうねきっとね。はい、ということで全然食べてくれないので皿に入れました。はい、という感じで今日は終わりたいと思います。最後まで本当にご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ、ありがとうございました。